鉄や紙、食品、生活用品に至るまで、さまざまな製品の復元料として欠かすことのできない石灰。日本で 100% 自給可能な珍しい天然資源で、戦後の復興とともに石灰産業は発展してきました。面積の大半が石灰岩質の新見市では、取り扱う業者が多くあり、基幹産業の一つとなっています。新見市芦立地区で創業する芦立石灰工業。昭和19年の会社設立以来、石灰石の採掘から製品の生産販売まで総合的に行っています。そうですね、高さは大体7メーターごとにしてありますので、こんだけ掘り進めてきたという。そうです、この上からずっとですね。現在開発中のおよそ15ヘクタールの鉱山から純度の高い石灰を月に3万から3万5千トンを生産しています。家庭でいうとガラス、洗剤、歯磨き粉、学校で使うグランドライン、農家の方が使う小石灰とかにも使われています。主役ではないんですけども、脇役として本当にこの石灰っていうのは生活に密着した役割を果たしているとは言えると思います。石灰は価格が安く、3分の1は運賃で、コストを抑えるためにも使用する企業のほとんどは近隣の鉱山から仕入れています。この工場からも倉敷市水島を中心に、山陰や四国の化学会社や製紙会社、製鉄会社などに向け毎日トラックを走らせています。以前は工場内に専用の側線を備え、列車に直接製品を積み込み送り出していました。険しい坂を登るため、3台が連結して走る姿を新見芦立地間だけ見ることができ、今でもデゴイチ30連は語り草となっています。この石灰産業とともに歩んできた芦立地区、工場のすぐ脇には民家があります。町内会や地区の振興会の会長などを務める長谷川勝さん。小学校に上がると同時にここ芦立地区に移り住み、およそ60年になります。地区の中学校建設の用地提供をはじめ、診療所の開設など、芦立石灰工業は雇用面だけでなく、長年地域に溶け込んでいると話します。鉱山会社はね、移転できない、転居できない性質の会社ですんで、小さな祠しかなかったお宮の周辺の山を自分で買って芦立神社へ寄付してるんですよね。神社だったり学校だったり診療所も設けとったんです。非常に社会インフラとか人々の心に響くようなところをね、いろんな形で支援をし地域に溶け込むと、その教訓がね今も残ってるんじゃないかなという感じはするんです。人との交流がないとね、それが希薄になるから、我々地区の行事にも会社から参加してくださいよと、参加させましょうという話でね、こっちが助けられている一方でしょうけどな。近年では新見市内のさまざまな団体により、石灰を使ったアート体験や石灰石をモチーフにした菓子の開発など、石灰に親しみを持ってもらう活動が広まっています。新見市を代表する石灰産業、地域に溶け込み、そしてこれからも地域とともに歩んでいくのです。